よっしゃ、ブラッドミア取れたんで使っていきたいと思います。録画開始開始。これはでもちょっと前そうな気はしてきたな。ミニオンが出撃しました。やれそうじゃね。開始。あ、やべ。こいつ分かってねえな、ブラッドミアのこと。いや、これイグナイトだったらなーってか、当たんのかーい。それの俺が死にかけたわ。待って、はぁ、見割れんかった、最悪。うわ、生きれると思っちゃった。フラッシュ取ればよ、フラッシュすればよかった、今の。もったいな。やらかしたわ。マイバットかもしれん。まあまあこういうことだよね。移動中です。敵を倒しました。ジン倒してて草。危険。いた。俺が当たるんかい、これ。こういうことね。いや、帰ろ。ボットレーンのタワーが攻撃されています。いいソロキルだったね、今のは。遠慮なく血を流したまえ。あー、まだめっちゃ弱かった。なんかすごいことしてない。ナイス。トップレーンのタワーが攻撃されています。訪れしてんな。ああ、オニオンか。いや、これ2がギリ、このむずいな。すぐ出んな。敵を倒しました。トップレーンのタワーが移動中です。
ナイス。ドラゴンを攻撃。とか、ムカムカムカさん、ブラッドウィアの対策ジグスとかどうだろう。ジグスは最強やから全然ありやな。今最強やマジで。味方チームドラゴンを倒しました。敵を倒しました。ナイトゥー。ボットレーンのタワーが攻撃されている。リーダさん、逆にジグスに勝てるやつ誰ですか。そのゼドちゃう。敵を倒しました。リフトヘラルドから退却。ヘラルドを倒しました。全部取んのやめて。いやーこれ AP 行くか。ちょっとだからもうなんかあんま何もいらんな。もうてかこれはなんか相手育ってないからもうこれでええわ。敵育ってません。シャットダウン。ボットレーンのタワーが攻撃されています。血の気が引いたぞ。血の滲み。トップレーンのタワーが攻撃されています。最初のタワーが破壊されました。敵を倒しました。味方が倒されました。こんばんは。ブラッドやってますよ。いやこのねでも2がマジで一瞬で出ないのがしんどい。いやお前それなかったら俺何も当たってなかった。ブラウムの優しさによりダメージを受けました僕は。生死を分ける決断だ。アンフラッシュ1、2のダメージ結構いいね。もう一回ちょっと仕掛けてみるか。敵のタワーを破壊します。2が間に合わんのっすよね。やばい、ギリ生きるか俺。いやー今のもな、3からの2ね。待って、なに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 、誰誰誰、もうよそ見した。全部俺この3です。リリアに殺されてるやん。シャットダウン。いやカイサ行きますね。いいね。リ
ジンジャングル強いぞ。見て611ジンジャングル。ランプ。なんか味方強。敵の塔を破壊しました。移動中です。味方チーム。敵の戦闘隊、敵の発生早すぎるの強い。ナビアさん、人格は強くないんだ。戦局ルシファーさん、自家族こんな増えた。いやー、死なんか。死なんか、今のちょっとやってみたかったんだよな、今のは。普通に。やべ、スキル使ってなかった。やばい、ごめんなさーい。ボットレーンのタワーが攻撃されて、ミスりました。ナイスー。待って、2のこれさ、CD でどんなもんなん ?14 秒か。リードさん、あのトリス機能があるぞ。いや、あのトリス、俺の W で飛んできたタイミングで俺に E つけれると思ってミニオンに撃つかなと思ったら撃ってなかった。それを見てなかった。俺はもう撃ってるものだと認識してしまった。あ、全部スキル使った後だったから行くのが良くないんだけど。プッシュは遅くないね。遠慮なく血を流す。思ったより多くてびっくり、びっくりダブル使っちゃった。敵を倒します。敵を倒しました。シャットダウン。ナイスな。ジンジャングル強いんだけど。実はランク向けです。いや、マジあんなクソ当てにくいスキル。ジンジャングルって強いんだな。ちょっとあのトリス倒したくね。ゴーストしかない。ゴーストしかないけどいけるかな。いける、いけたー。なるほどな。フルヘルスやん。いいね。で、楽しくなってきた。楽しくなってきた、楽しくなってきた。血の気が引いたぞ。連続ルシファーさん、今の配球ザックバッキーだったから溜めてきたね。やばい。無理だ。まあまあまあ、ベイトでしょう、これは。そうだね、この1の1の1が強化されたタイミングでがっつり前出るのありだな。待って、これ俺時計いるって。移動中です。プリさん、でもよく使ったな。だよな。え、
てのあるさん、全員全部のスキル打ってブラッドに当たりに来てるのくさ。凍結しそうだ。ジンのダメージやば。やっぱジン、やっぱジンジャングルだよな。めちゃめちゃ強いからな、境界値。やっぱジンジャングルだな。あ、間違えた。足早っ。うぃ、さっきお前フラッシュインしたから俺もするもんね。お前がしたから俺もするもんね。敵のタワーを破壊しました。おらん。クリさん、確定で次の後で絶対勝ちそう。結構確かにこれレベル大事だね。マジでマジでレベル大事だわ。こいつスキルのその CD の反縮どんだけされるかみたいなとこあるね。いいじゃん。あー、間違えた間違えた、やばい。ん、あー、死んでる。おー、いいね。いや、悪くない悪くない、楽しくなってきた。ようやく分かってきた。なるほどな。このマジでスタック維持大事だね。スタック維持が大事なんだな。すごい。スタック維持じゃねえな、維持ではねえな。スタックの溜まったタイミングのドーンが大事なんだ。待って、これ勝つやつじゃない。待って、俺何もないからちょ勝たんでほしい。お願いお願いお願い、もう一回戦いたい。一応デスキャップ入れよう。おい、ジンがクソ強いやん。おい、ジンがクソ強いのやめろ。おい、なんもないんやって今俺。でもいいぞジン、ジン強っ。え、そんなに難しくない。一旦帰ろうや。俺より目立つな。終わるんだよな、これ普通に。終わってまうって。溜める、アルティメット、3、2、通常、ドーン。なるほどな。ジン強くね。ジンジャングル強くね。人は私を狂人と呼ぶ。どうだった時のジンのダメージ、相手単行乱しな。あ、でも俺も3万1000出てるで。ナイス。なるほど、今の試合で分かったことがありました。今の試合で分かったことがあります、私。ようやく理解しました。リードさん、いや、ジグハ強人だろ。ジンのさ、ダイナミズム4コアとかクソ強えよな、マジで。滝落とし塚さん、ラカンとか虐待しなくていいから人虐待しといてくれ。2発で死んでたで、さっきのトリスターナ、あの、4発目と9だけで死んでたで。ブラッドミア分かることがあったので。ブラッドミア対面で気をつけないといけないことも分かりました。まあそれは分かってるんだけどね。まああの、スタックが溜まった時に敵に近づかないってだけっすね。連戦は。ワイルドリフトへようこそ。でもマジでさ、この高レベル帯になった時のスキルの CD がマジでいいな。ミニオンが出撃しました。まあコズミック、まあこんな感じでしょ、多分ビルド。まあ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 攻撃ビルド行ったとして。収穫の月か。
言い得て妙だ。もう敵と戦う時だね。ガレンさんさ、こうガレンさんもちょっと15になってもらって。電極ルシファーさん、フェイズとかもろもろ積んでるのもあるね。うん。もうスタック1個から2になった時にアルティメット3フラッシュ通常とかで、でもう一回発動させつつ、こういうのでこういう感じだよね。今のサイレンス入れられたせいで3打てんかったけど、これがやりたいことだね、ブラッドミアン。なんかマジでなんか戦うとき、オールインするときはスタックをこっから、多分これも倒せるんじゃないか。入れて、アルティメット入れて、3、2、通常。で、まあ、最後フラッシュドーン。みたいな。こういう感じやね、戦い方としては。だから、ああ、覚えてね。だから、コンボで言うと、まあ、コンボっていうコンボじゃないよな。まあ、なんか、スキル、スキルが結局いっぱい回るから、本当にこれ入れつつ、これでダメージ出して、でやばくなったら3、2とかで逃げて、こういう感じだね。オールインするときは、敵にオールインするときは1スタック貯めた後に、だからこれか、もう一回打ったとして、これで加速して、アルティメット、これ入れて、まあ3、2、ドン。で、もう一回こう。で、まあ最後に、まあ追撃ドン。みたいなんで倒せそう。アルティメットはマジで複数に入れれば入れるだけ強いな。入れれるタイミングがあったらマジでフラッシュインしてもいいかも。なんかこういう時に、こういうの見えてて。こうなってたら多分フラッシュ、でここにアルティメット打って、多分マジで3でもう CC、敵陣の真ん中行く時はやばいから、こういうのやっても良さそう。で、フェイズラッシュで逃げるみたいな。ドン、ドン、ドン。これで多分結構出るんじゃね、ダメージ1300とか出てるから、まあ全員に入れれるダメージとしては申し分、まあこれ9入れれてたらいいけどな。こういうのできてたら多分うん結構出るな。電極ルシファーさん、3をして突っ込んでウルトを打てばそのまま発動していいよ。ヤキオと静香さん、カルマのウルトとかと合わさったら宇宙。間違えた。3使いながら、あーまあこれでも2を押さないことだな、簡単に。まあこう敵にやばい時は使っていいだろうけど、簡単になんか押したくなるんだよな、このスキル。なんか押したくなっちゃうマジで。気をつけてください皆さん。なんでとりあえずスタックを貯めることで、連戦は可能ならば2スタックにしたら敵に打ってあげる。敵に打ってあげて、ダーン。こうです。もう一回ガレン来いよ。アルティメット入りでちょっと戦いたい。ビルド更新してこいよ。金持ってねえのかお前。ん？なんて？真ん中行くときはウルトつけてるのにスキル使うダメージと。ああ、なるほどね。まあ、じゃあみんなに複数に当てたらそれでダメージ出せるっていうのでいいのか。いや、強っ。いいっすね。いいっすね。で、なんか、この ADC のときにちょっと気をつけるのが、なんか、諦め、なんだろう。イグナイト食らってるのにフラッシュキルみたいな時あるから、なんかこう削られるやん、こいつに。別にめっちゃ削られたとして、こういう風に。削られたとして、アルティメット、で、これでもう死んでるんだけど、フラッシュ切っちゃうみたいな。この確定ダメージが残ってるのを忘れないことやね、対面するときは。ああ、もう、これ死ぬわって理解したら、何も使わない方がいいね。逆になんかバリアとか持ってるときは、ダメージも通っちゃうから、これ気をつけたいね、ちょっと。終わりじゃないよっていう、まだ。で、スタック貯めて、アルティメット打って、こういう風にダメージ出して、逃げる。最後に Q で、フィニッシュ。
まあゴーストのがまあ立ち回りやすかったな、さっきの感じだと。でもゴーストがあるからキルラインがあるもあったし、まあイグナイトもまあそこ好みかな。うん、好みだと思います。まゴーストの方がいいかな。虫ありがとうございました。こんな感じで使ってみてください。バイチャー。